チオアミドの一般構造式、チオアミドは有機化学において RCNR1R2 の構造の関能元、あるいはチオアミド元を有する有機化合物群のを指す、故障である。通常のカルボン酸アミドのカルボニル酸素を硫黄原子に置き換えたもの。同じ C イコール S20 結合を持つチオケトンやチオアルデヒドが一般に不安定なのに対し、チオアミドは 多くの場合安定な化合物である。多くの場合、アミドの酸素を異様に置換して合成する。かつては、アミドとご硫化にリンを加熱する方法が取られていたが、近年ではより温和な条件で反応が進行する、ローソン試薬を用いるケースが増えている。アルファ、ハロケトンや、アルファ、ハロアセタールと反応させることにより、医薬の部分構造などとして、 重要なチアゾール感を合成できる。また、チオアミドに、ヨーメチルなどを作用させて、S メチル化した上で、水素化放素ナトリウムを用いて還元することで、対応するアミンが得られる。一般にアミドをアミンへ還元する際には水素化、アルミニウムリチウムと加熱するなど強い条件が必要だが、この段階を踏むことで温和な条件下での還元が可能となる。ありがとうございます。